こんばんは、乙村ゆねやです。今回は王様ランキング第2話の感想をネタバレありで語りたいと思います。秋アニメまだまだ序盤だけど、これからも含めて一番面白い回だったんじゃない？王様ランキング第2話、いや今年一番素晴らしかった過激少女の8話とも肩を並べるぐらい演出がすごい。何が素晴らしいって、序盤の影の過去、とある王国で世界最高の暗殺者として影の一族がいたんですけど、王様を暗殺しようとした罪で一族皆殺しにされるんです。画像を見てもらえばわかるんですけど、影の一族5人が兵士に囲まれて槍で刺されるこのシーン、槍を影に向かって 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,10 って20以上5刺しでいいはずの槍がめった刺し。影の一族の迫害がすごい。いかに忌み嫌われているかを演出で分からせる、ここがすごい。その際に子供だった影ちゃんはなんとかお母さんと貴族の子供のおかげで違う王国まで逃げれるんですけど、ここからの影ちゃんがかわいそう。お金がないので食べ物を買えない、でも食べ物がないと生きていけないってことで、お母さんからの誕生日プレゼント、もうお母さんいないから宝物でもあるおもちゃ、お母さんの形見を交換しようとするんですけど拒否されて、もう無理やり交換しようとするんですよ。けどボコボコにされて形見だったおもちゃも失うの。そこに食べかけ、本当に残飯も残飯、これが残飯じゃなかったら何が残飯なのってぐらい残飯を渡す、影ちゃんを利用するために近づく悪人が来たんだよ。この残飯のシーンでハエがたかってる。とても人間が食えるものじゃないのに、それを夢中で食う影ちゃんがかわいそうとしか言えない。悪人によりたくさんの悪事に加担して、最終的にそいつに売られるのに、それでもその悪人の元に戻っちゃう影ちゃん。母親も一族の仲間も失って、その面影を悪人に求めちゃうんだよ。寝る悪人の手を握って一緒に寝たりするシーンが影の寂しさを表すのに十分すぎる。でもその悪人さえも殺されてしまい、影ちゃんは本当に一人で生きていくことになる。年月が経つにつれて、純粋で優しい影ちゃんの目つきがどんどん悪人になっていき、影となる。この演出やばいね。ここで1話の続きに戻るんですけど、ボッチとダイダ王子の模擬戦シーン、当たらなければどうということはないっていうことで、ボッチがダイダを圧倒するんだ。影は自分と同じようにバカにされて蔑まれているボッチが優勢で喜んでるんだけど、周りから卑怯だとか王の剣ではないと言われて打ち合うことに。非力なボッチはそこでボコボコにされるの。その光景を見る影はボコボコにしてる音とともに、自分のあの辛い過去がフラッシュバックして止めに入ろうとするぐらい、影にとってボッチの扱いが変わるんですよ。ボコボコにされたボッチはちゃんと治療されて自分の部屋に運ばれるんだ。もうその時包帯がぐるぐる。それで包帯ぐるぐるにされたボッチが寝てないとダメなのに剣を取りに行く。一般の人にとっては普通の剣が、非力なボッチには大きくて重すぎる。それでも王になりたいボッチは諦めない。そこで影が声をかけて、人になんて言われてもお前のスタイルはあれでいいと思うぜ、これからどんなことがあっても俺お前の味方でいたいんだって言った時にボッチが泣くの。その泣いてるシーン、片目が包帯でぐるぐるされてるんだけど滲むんだよね。もう本当に演出も内容もいい神回だった。こんな素晴らしい神回を作った王様ランキング、最後に一つ言わせてもらうなら、ヒディング王妃がやらしい。